いただきます。彼氏と京都旅行なんか乙女の憧れだよ。今日泊まる宿だ。俺もう今死んでもいい。好きってそんな重要っすか。まさか嫉妬。俺がなんか孫できるなんて。よかったですね。孫ってそんなに必要？子供なんかいなくたって本人たちが幸せならそれでいいじゃん。わかんないけどさ、誰かの嬉しいことってのはやっぱ嬉しいじゃない。君の大好きなものなら俺は自分が不幸じゃないってことを二人に伝えたくて。あなたはあなたの家族を一番大事にしてね。この秋、あなたの心とお腹を満たします。シロさんとこうしてずっと二人すごく幸せ。あいつの好きなもんでも作ってやるか。劇場版昨日何食べた。高級なお肉なんだろうね。どうせうちじゃこんな肉は買えませんけど。